写真左、装始が着用する、レンジャーフィジャン。写真右、上から、冬器遊撃気象、レンジャー共感的忍者賞、防衛記念賞。襟についているのは施設課の、職種気象陸上自衛隊におけるレンジャーは、陸上自衛官の不可特技の一つ。所定の家庭教育を終了し、レンジャー特技の付与を受けることで、レンジャーフィジャンを着用できるようになる。気象は、 勝利の象徴、月景観に囲まれた、堅固な意志の象徴、ダイヤモンドを意象とする。レンジャー養成の目的について、陸上自衛隊では、低止行動の能力を付与するため、天候、気象にかかわらず、長距離かつ数中夜にわたり諸種の悪条件を、克服して、任務達成することとしている。従来、レンジャー家庭教育を担当する教官の隊を除いて、 レンジャー資格者による部隊は常設されてこなかったが、2002年の西部方面普通化連隊の発足に際して、レンジャー隊員のみによる招待が設置されており、同小隊員は特殊作戦隊員と規定された。空挺レンジャーの井上さんさ。2005年4月、イラクのバグダッドにて、上から空挺気象、レンジャーフィジャン、個人の名札。 レンジャーに加えて格闘、スキー、陶器遊撃、水陸両用、洋上潜入、低潮、潜水、水路潜入、空艇、自由降下など、複数の気象をつけた隊員も存在する。早々期の陸上自衛隊では、教育課程のほとんどで、アメリカ陸軍を手本としてきた。そして1955年9月、最難関のレンジャー課程を習得すべく、 陸上幕僚幹部第五部長、高山信武陸商補の特命を受けて、柴田茂一及び須藤愛名二位の二名が、渡米した。両名はフォート、法ベニングの陸軍不評学校の幹部中級コースを経て、1956年2月27日より、レンジャー家庭に入校した。陸時の乏しい外科から、派遣予算を捻出したために、レンジャー家庭で求められる厳格な被服。 三発の規定を守るために苦労が伴ったが、両名とも守備よく、家庭を終了した。当時のレンジャー家庭は、平均年齢22歳であったのに対し、柴田一位は30歳、須藤二位は29歳と最年長組であったにも、かかわらず、過酷な家庭を完遂したことから、卒業式では最前列の席が与えられ、学校長も、祝辞で特に研究し、日本に帰ったら、 立派なレンジャーを育ててほしいと激励した。1956年5月、レンジャーフィジャンを与えられて帰国した柴田一位、須藤二位に対し、高山陸将補は陸上自衛隊富士学校共通教育部内にレンジャー課程を設置するよう加盟した。学校長、杉田和嗣陸将から一任された柴田一位は須藤二位と共に、 富士山陸の青木ヶ原にコースを設定し、同年10月より、まず、プロトタイプとしてのレンジャー研究過程が開始された。第1期生は、第101空挺大隊からの5名を中心として、計9名であった。1958年には、研究過程から、正規の過程に昇格し、定員が幹部40名、陸装20名に拡充されるとともに、 1> 第1期生の谷脇健治2位のデザインに基づき、レンジャーフィジャンが制定された。また同年に、第101空挺大隊が第1空挺団に改編されたのに合わせて、同隊からレンジャー研究課程に参加した隊員を中心として、空挺レンジャー課程が開始された。さらに九百六十年二月に、くっちゃん駐屯地で行われた普通カレンジャーによる訓練を踏まえて、 翌年には、同地で特別戦技訓練隊が発足し、冬季レンジャーの要請が着手された。レンジャー家庭修了者が増えて体制が整ったことから、1974年からは、各普通家連隊に、レンジャー部隊集合教育が開講され、陸装・陸士はこちらで、レンジャーフィジャンを取得できるようになった。ただし幹部は引き続き、富士学校の幹部特技家庭、 レンジャーに入校する必要があるほか、教官となるためには、富士学校の幹部集合教育、レンジャー教官を修了している必要がある。陸上自衛隊では、レンジャー課程、教育について、実践的環境下で段階的に与えられる困難な想定を克服して、自ら進んで南極にあたる気風を醸成し、旺盛な責任感と体力の限界においても、 任務を完全に達成する、不要不屈の気力を寛容する、としている。完全武装での20キロ走を行う生徒、伴走する青安省の自衛官は除去。レンジャー教育の期間行事レンジャー教育を終えた、隊員を迎える、家族陸走陸士の教育は、各連隊内市資料団での特技集合教育として行われている。主に師団統領課の普通科連隊が、 その年ごと持ち回りで教育を担任する。普通科連隊内の普通科中隊が担任部隊に指定され、中隊長が担任官となり、主に担任中隊より主任教官が派遣される。教官助教は普通科や特科、気候科のレンジャー保有者で助教課程を卒業し、一定のレベルを保有する者が主に指定され、時にはレンジャー資格を有する陸士も、 助教や年齢等の本部要員として参加する場合もある。訓練に参加するには年齢、体力の基準を満たしていなければならない。訓練期間中、学生は教官からのあらゆる指示には絶対服従であり、その全てにレンジャーとのみ答えることが可能で、反論は一切許されない。陸送死課程は大ね活気のような内容とされている。なお応用行動以降、 食料の傾向量は徐々に減らされていき、第4想定からは2、3、第6想定からは1、2、そして第7想定からは1、3となる。陸創士課程の期間は9週間とされている。まず4週間の予備訓練で、体育、障害物走路、重剣術、生存技術、ゴムボート訓練が行われる。次に、山岳基礎訓練が1週間。 最後の石膏訓練が4週間とされる。石膏訓練の一環として敵の勢力圏内で金銭や食料などを活用して協力者を獲得するパルチザン訓練もある。なお、幹部課程では想定数が多く期間は13週間とされている。すべての訓練が終了すると期間行事が行われ隊員にレンジャーフィジャンが授与される。 部隊集合教育の教育内容や卒業生の連度の不誠一さなどが指摘されているが、その地方の特性にあった遊撃活動のエキスパートを育てるという意味では、適しているとも言える。第13普通科連隊の山岳レンジャーなどはその高例である。空挺レンジャー家庭。第1空挺団では、精鋭部隊として全員がレンジャーを目指すことから、幹部特技家庭及び、 初級陸装特技課程、空挺レンジャーが設置されている。奈良市の中屯地での過熱な基礎訓練の後、約4週間にわたって、中屯地外での天地訓練が行われ、下記のように発火想定の訓練が行われる。偵察行動トンネル爆破通信所、襲撃用人救出効果誘導燃料集積所、襲撃車両復撃、レーダーサイト襲撃当初は、 北部方面隊独自の集合教育として、陶器停身集合教育、後に、陶器遊撃行動集合教育と称されていたが、平成21年度より、陸上幕僚幹部の正規の家庭教育たる、陶器遊撃家庭として改編された。この教育を担当するのが、上記の特別戦技訓練隊を前身とする陶器、戦技教育隊で、くっちゃんで編成された後、名寄の中屯地に移転し、 さらに札幌駐屯地にあった北部方面スキー訓練隊と統合されて、1971年に冬季戦技教育隊と解消され、まこまない駐屯地に移転した。本家庭は単なるゲリラ戦だけでなく雪中戦に対応できる要因の要請を目的としており、普通課内市空挺レンジャー家庭を終えており、かつスキー技術二級以上のライセンスを有する隊員を対象とする。 冬季低身集合教育では、幹部、陸僧の両コースが7週間、陸士コースが3週間とされており、四季で最も寒い1月末から2月にかけて開校されていた。訓練地域は道内でも特に雪の多いニセコ山中とされている。この家庭の終了者は特に冬季遊撃気象を着用することができる。陸上自衛官。 約14万人のうち約8%の隊員がレンジャー資格を持つ。なお、レンジャー隊員になっても手当が増額するなど直接的な待遇面での優遇はない。例外として西広志連レンジャー小隊に所属する隊員に関しては特殊作戦隊員手当が支給されている。アメリカ陸軍では優秀な不評による遊撃戦部隊として 第75レンジャー連隊が編成されていたのに、対して陸上自衛隊では、レンジャー資格の保有率が高い普通化部隊において任務遂行に再し必要がある場合に、レンジャー資格を保持する隊員を集め、臨時にレンジャー小隊を編成することはあったものの、長い間常設のレンジャー部隊や特殊部隊は組織されず、レンジャーは隊員個人の資格に止まっていた。第一空定団。 津島警備隊等は部隊に占めるレンジャー資格者の割合が極めて高く、即応性を高めた精鋭部隊という点では、米軍のレンジャー部隊と同様の機能を求められていたが、常設の部隊としては、西部方面普通化連隊におけるレンジャー小隊が創設されるまで存在していなかった。なお、陸上自衛隊の特殊部隊である特殊作戦軍では、空挺基本降下過程、もしくは、 空挺基本効果過程と特殊作戦過程療法の履修が必須とされているが、レンジャー資格については特に規定はない。ありがとうございます。